野菜の栄養吸収に関する乳酸菌研究の成果を発表。日本人の野菜の摂取量どのぐらいなのか、それ1日 350g 食べてください、一つの目標になっています。でも男性で 288g ぐらいしか取れてない、女性の方は 273g ぐらいになっています。そこで明治は栄養吸収に着目、特定の乳酸菌が作り出すヨーグルト EPS が野菜の栄養素の一つカロテノイドの吸収を助けることを発見しました。カロテノイドというのがまあどのようなものなのか、私たちに馴染みのあるところですと人参のベータカロテンとかトマトのリコピンなんかが有名かと思います。まあいろいろな健康機能というのが期待されてますし、まあ実際にあの研究報告というのはたくさん出ています。ところがカロテノイドの吸収率というのはまあ決して高くなくって、吸収率を高めるにはヨーグルトがいいんじゃないかと考えました。これはあの人参の結果なんですけれども、野菜とヨーグルトを食べていただく場合、ヨーグルトが一緒にいるとまあ非常に吸収率がアップする、トマトの場合でも6倍以上の吸収率が上がったと。本来カロテノイドというのはなかなか吸収率が良くないという部分をヨーグルトと一緒に食べると通過が良くなるんだろうと、この EPS っていうのが非常に重要だろうと分かってきています。野菜をヨーグルトと一緒に食べる新たな食スタイルで効率よく野菜の栄養を吸収しましょう。